ここまでだ。この先は我も同行が難しい。くれぐれも気を抜くな。ところだったけど、私初めて竜に乗った。今もドキドキが止まらない。はあ、みんな無事か？うん、平気。お姉、ジン団長、あの銀遊詩人一体何者なの？そうだな、高い演奏技術を持った伝説の詩人だ。ライアーであらゆる生物を召喚できる。ジン団長も適当なこと言うんだな。すごい人なんだね。帰ったらちゃんとお礼を言わなくちゃ。しかしこの群島、霧が濃いせいで視界が悪いな。リサの言っていた通りだ。気をつけた方がいいな。旅人パイモン、手紙には何て書いてあったんだ？オイラ覚えてるぞ。悪しき炎の娘、ドド一族の統治者、ドド大魔王の名のもとに、お主をドド子の家族だとは認めない。ドド子と共に金リンゴ群島へと訪れ、四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし、あと審判を受けよ。四つの明かりを灯しってことは、光るものを四つ探せばいいのかな。そういえばオイラたちがいるところ、なんだか周りより霧が薄くないか？確かによく見るとそうだな。まさかそこにある装置と何か関係が？この装置、なんか見覚えがないか？そうだ！オイラたちが使ってるポケットワープポイントにそっくりだ！ポケットワープポイントを作るには発光髄が必要だったな。そしてこの発光髄には暗闇を払う作用があるらしいんだ。この装置も霧を払ってるから似たようなもんなんじゃないか。四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし、あと、つまり四つの装置を灯すと何かが起きるってこと？すでに一つ光っている。どうやら残り3つの装置を探せばいいようだ。ん？あれなんだろう。おい、勝手に走っちゃう。早く追いかけよう。この下に何かあるみたい。もっと近くで確かめよう。